皆さんこんにちは。今日はこれから熱海に一人旅行ということで東京駅にいます。15時57分発こだま号新大阪行きで熱海まで行きたいと思います。新幹線来るとこ撮りたかったけどもう止まってた。残念。始発駅だからね、仕方ないですね。本当は2列シートに乗りたかったけども、残念ながら満席、3列シート窓側を確保。ひとまず駅で買ったおにぎり2個とお茶をいただきます。おにぎりの中にはなんと牛が入ってます。これは贅沢ですね。そして、隣は明太子。まあ普通ですね。ってことで熱海駅到着、あっという間でした。それではホームを降ります。駅の売店には熱海を含め伊豆のお土産が並んでます。わさび、干物、お茶、いいね、静岡らしいですね。それでは改札を出ていきましょう。熱海駅到着しました。駅ビルも新しめで綺麗ですね。駅ビルはラスカルという名前みたいです。駅前はちょっと古めのビルが立ち並んでます。リゾート地ということもありね、不動産系の店舗もいくつかある感じです。この辺りね、めっちゃ高いんですよ。これ見てください。すごい、4000万は軽く超えてますね。中には6900万の物件も。これがね、熱海の実力ですね。こう見ると観光地ですが、普通に首都圏の街にありそうな雑居ビルもたくさん建ってます。で、あの奥がアーケード街となります。駅前のアーケード街、平和通り名店街、ちょっと見てみましょう。通りの様子はこんな感じ。なかなか栄えてます。お土産屋もあれば、こんな感じのお店もあるんですね。温泉街の中では最高峰の栄え方してるんじゃないのかな。結構ね、活気があります。こちら手湯、足湯じゃなくて手を入れるんですね。結構珍しい感じがします。おー、気持ちいい。ちょっとぬるめかな。温度調節されてるんでしょうね。温泉地に来たって感じがちょっと実感します。若者にも人気そうなスイーツのお店がこんな感じでたくさんあります。平和通り名店街、ほんと栄えてました。若者も多くておしゃれな店も多かったです。続いて駅からもう一つ伸びるアーケード街、仲見世通り。通りの様子はこんな感じ。こっちは昔ながらのお店が目立つ印象もあれば、スイーツのお店もあるんだね。少しさっきの通りとは雰囲気がまた違う感じで楽しめました。ひとまず仲見世通りにあるお寿司屋さんで夕食を食べます。こちら磯丸。とりあえずビール飲みますか。乾杯。おー、結構グビグビ飲むね。やっぱね、どこ行ってもビールは最高ですよね。熱海は温泉地だけでなく海も近いから海産物も有名ですね。ということで回らない寿司屋さんで食べました。こう見てもね、結構一貫一貫が安くてリーズナブルです。なかなかね、おすすめのお寿司屋さんですよ。いや、ホタテとかね、とても美味しかったです。数少なく頼んだんで、ちょっとゆっくり噛みしめながら食べました。で、今青さ味噌汁をすすります。やっぱね、お寿司と言ったらこれですよね。いやー、最高に美味しい。ちょっとね、二重顎が気になるところがあるんですけど、そこは、スルーしてください。ひとまず駅前に戻ってきました。駅前にあるこのお隣のレストラン、いいね、味があります。熱海ってね、昔ながらと今風が融合してて、なかなか面白い街の印象を受けます。このメニューサンプルの雰囲気、デザインがね、レトロな感じがして、また食欲がそそられますね。こういうクリームソーダとかもね、レトロな雰囲気がありますよね。プリンススマートイン熱海、今日は遅いので明日観光しようと思います。ひとまずチェックインします。ホテルのロゴマーク緑で、なんかね、インパクトがある感じです。はい、
すごいフロント雰囲気の様子、めちゃくちゃスタイリッシュです。なんかコワーキングスペースにありそうな雰囲気、そんなコンセプトなんでしょうかね。ちょっと普通のホテルとは違った感じで新鮮だわ。いざお部屋へ。このフロアのねどこかです。ひとまずねお部屋に入りました。室内の中はこんな感じ。一人なのにベッド二つでなんか申し訳ないです。壁もねモノトーンのシンプルなデザイン、天井は石造りでスタイリッシュ、今風ですね。トイレはこんな感じ。こちらシャワールームですね。ここのホテルは提携しているホテルがあって、歩いていくと素晴らしい大浴場があるホテルでしたよ。あとはこんな感じでホテルのロゴマークがついているシャンプー、ボディーソープ等が備え付けられてます。明日も食べ歩くために夜はちょっとね軽めにお蕎麦とファミリーマートのなんだこれ、山菜が入ってるお漬物みたいなやつと、まあ一応ねレモンサワーもってことで。おはようございます。今日は熱海を観光していきます。おおよその有名どころをね回ろうかと思います。皆さんも観光の際にぜひ参考にしてみると良いと思いますよ。平和通り名店街、朝早くから人がちらほらいますね。ひとまずここを突き抜けていきます。こちらを奥へ進むと熱海の街、旧市街地へ抜けられます。ちょっとねここから先また歩いていきます。途中には高温の蒸気が発生しているところがあります。温泉も湧いてるのはもちろんなんですけど、こちらちょっと注目。なんとねここに卵を入れるところがあって、温泉卵を食べれるみたい。こういうの初めて見ました。なかなか新鮮ですね。こちら熱海銀座、このノストラジックな雰囲気がたまらないですね。昔ながらの商店街、かつて熱海のにぎわいの中心地はこちらだったみたいですよ。古き良きお店もあれば、こんな感じのね今風のおしゃれなお店から名産品店まで軒を連ねてます。なかなかね楽しめる場所です。熱海銀座からちょっと曲がると居酒屋街、温泉地のこういう場所ってなかなかいいですね。ディープなスポットも健在。これはおったまげー。ここで突然ですが、皆さん街とか歩いててフリー Wi-Fi スポットを使用したことはないですか？画面の表示でも安全性の低いセキュリティって画面気になったことはありませんか？実はクレカなどのパスワードを盗まれるリスクも可能性は低いもののゼロではないんですよね。皆さんも今の時代スマホ必須なのでしっかり対策した方が良いかと思います。今日はそこで VPN を紹介します。それが私のタブレットの画面、こちらですね、サーフシャーク。こちらのアプリを開きます。これによって保護されてます。あなたの接続は安全ですとセキュリティを強化することができます。実は国内だけではなく、こちら世界中のネットワークに安全にアクセスすることができます。逆に海外に行った先では日本のネットワークに接続することもできます。ちなみに僕の概要欄に記したコード、ようくん町村というコードを入力していただくと 83% オフとなり、2年契約の場合追加で3ヶ月分無料でご利用になれます。申し込みから30日以内であれば返金保証もされているため、ぜひご利用してみてはいかがでしょうか。突然の宣伝で申し訳ないです。それでは動画の本編に戻ります。再び熱海銀座をパトロール。伊豆金目鯛のお店、赤の看板が目立ちますね。こちら特製カツカレーレストラン宝亭、なかなかレトロな感じでいい味が出てます。いやー美味しそうですね。熱海では有名みたいです。地元観光客の方にもね大変人気みたいですよ。こちら海岸沿い、マンション、ホテル、温泉宿とまさにリゾート地。結構海水浴を楽しんでる方も目にします。これが噂のお宮の松か。まあ新しい施設も建ってて、この付近も再開発が進んでます。こちらも工事中で、今後ねどんな施設になるか楽しみですね。バブル崩壊の跡地も健在。今は V 字回復してるから今後に期待です。頑張れ熱海。海岸沿いの整備が大変美しいです。ちょっと画面奥の場所へ向かっていきます。カメラを回してあちらですね。少し遠いので熱海駅からバスで移動します。あちらのバスですね。後楽園ホテル到着。リゾート感がたっぷり。こちらのホテルを利用しなくてもお隣の施設を利用すればバスを利用することができました。さてお隣の施設とは、そうこちらロープウェイ。ちょっとこれに乗って山頂まで目指していこうと思います。すごい、さっきのホテルとは全然雰囲気が違う。めっちゃレトロです。
まさかのコカ・コーラの瓶の自販機でもって、こちらコインロッカー、子供の頃ボーリング場とかね、こんな雰囲気だった気がします。いよいよロープウェイに乗ります。楽しみです。山頂に着きました。相模湾の景色が絶景です。で、奥に見える島は初島、住民もいるとのこと。静岡県最東端みたいです。ロープウェイの駅からさらに坂を登って歩いていきます。その先にはこちら熱海城、なんと歴史的に存在したお城ではないとのこと。これはね、面白いですね。ちょっと中の様子を見ましょう。金のシャチホコ、なんと日本一の大きさとか。あれ、名古屋城はどうなっちゃった？ここからの景色は絶景です。花火も見えます。この映像でちょっと勘弁してください。それにしても風格ありますね。熱海の観光地、開発力がすごすぎです。下にはニューアカオ、現在は営業してるのかな。ちょっとね、年季が入ってますね。しかしアカオは現在熱海では外せないリゾート施設となってます。それがこちら、さっきのニューアカオから近くのホテルアカオ。さっきの施設とは全然違う近代的なホテル、南ヨーロッパ風のおしゃれなリゾートホテルですね。これは泊まりたいです。近隣のアカオフォレストやってきました。女子旅スポットでテレビでもよく特集されているとこですね。ひとまず施設内でお昼ご飯を食べようかと思います。こちらの建物ですね。本日の昼食はこちら、イタリアンレストラン。暑い日、喉もカラカラ、スパークリングワインがしみるね。ピザを注文。お隣の席はカップル、そのお隣もカップル、そしてここに男一人。もうこの仕事してるとね、さすがに慣れてきますね。この景色を眺めながらイタリアン、リゾート気分満載です。あれがね、赤尾さんのプライベートビーチらしいですよ。すごいですね。このバスのいる道路の真下にハーブ工房がございます。各種工作体験と頂上にある神社の御朱印の交換、こちらで行っております。全ては自然の地形そのまま生かした作りとなっております。上から園内の山頂に到着。こちらニューアカオ創業者の赤尾蔵之介さんの像。凄腕の経営者です。園内には他にカフェがあります。ただのおしゃれなカフェだけではありません。なんとこちら、あの有名な隈研吾さんがデザインしたとか。思わず見とれてしまいます。いやー、美しいですね。赤尾フォレストはなんといってもバラ園。東京から近いところにこんな別世界があるんですね。スリル満点のブランコ、気持ちよさそうですね。これがハンモックかな。日向ぼっこもできて海も見えて最高ですね。映えるスポットで女子旅に人気なのがよーくわかります。インスタでハッシュタグ赤尾フォレストで検索してみると良いですよ。紀宮神社やってきました。熱海では外せないスポットですよね。独特の雰囲気があります。こちらの神社は何でも日本屈指のパワースポットとかで、第二オークス、樹齢1300年、約300年前の落雷にも耐えて根付いてるんだって。素晴らしい生命力ですね。こういう仕掛けがまたアクセントですね。すごい、赤い鳥がいくつも並んでますね。本殿に行く前にももう圧倒されてしまう雰囲気です。そしてこれが本殿か、迫力ありますね。心が洗われます。境内にある施設、まるでカフェのよう整ってて、さすがは人気観光地だけあります。それから紀宮神社の目玉でもある箇所に行きます。アプローチ道路もおしゃれな作りですね。そしてこれが紀宮神社のシンボル、オークス。なんと樹齢2100年以上とか、大先輩ですね。一回りすると1年寿命が延びる、また心に願いを秘めながら一周すると願い事が叶う伝説があるとか。オークス付近のせせらぎ音、癒されます。紀宮神社は熱海駅から少し遠いので、お隣の紀宮駅から歩くことをお勧めします。神社付近では間近に新幹線も眺められていい感じですね。熱海駅到着、これから帰ります。帰りは節約のため新幹線じゃなくて在来線の上野東京ライン。今回はいつものテストとは違い、このような企画を出しましたが、いかがだったでしょうか。何か
感想とかね、あればぜひコメント欄でお待ちしてます。ご視聴大変お疲れ様でした。